3月16日、モーニングショットをお届けしたいと思います。ドル円は引きつけて、やはり売りから133のミドル超えてきたところを売りたいということで、133の6575の売りで、ただし本日は全ての通貨ペアにわたりまして差し値はいたしません。133の85でストップ、132円の7060利食い、ユーロドル 1.063545 売り、 1.0670 ストップ、 1.05 の8070利食い、ユーロ円141円の5060売り、141の85ストップ、140円の5040利食い、ポンド円161円の4050売り、161円の75ストップ、160円の3525の利食い、タイドル 1.211525 売り、 1.2150 ストップ、 1.205040 利食い、オージー円88の7585の売りから89の10ストップ、87の9585利食い、タイドル 0.666575 売り、 0.6715 ストップ、 0.65 の9080利食い、ニュージー円82の7080売り、83の10でストップ、819080利食い、タイドル 0.62 の0515売り、 0.6250 ストップ、0.61 の2515利食いの買い戻しのイメージを作りました。今日はまず133円のこちらの方は安値がですね、50一瞬割れて、なんか こちらの方は132円の50ぴったりぐらいまでですかね、ビットベースで、そこまで下落をした後、約1円上の133の489までショートカバーをして、今133円の10近辺ということで、もうすでにレンジが 上下で1円ございます。差し値をするという感じではなく、自分のターゲットまで来たら叩いて売るという感じでしょうか。やはり、クレディスイスに端を発した、欧州並びに英国の、金融機関の株価の急落ですね、これを見てやはりリスクオフということで、円を買ったといった動きがやはり続いていると思います。で、通常ですとそのリスクオフでスイス買いというのもあるんですけど、さすがにクレディスイスでの話ですので、スイス買えないということになると、リスクオフの買いがですね、円に集中した部分もあっただろう、そんな風に思います。引きつけて、売り場探し、しかもしっかりと目の前で利食いは回転させて、実現益に振り返っていくという方向性で考えてみたいと思います。また何かございましたらぜひよろしくどうぞお願い申し上げます。モーニングショット、これで終了です。